しくなったらしいぞ。いや、どっちにしてもつらいな。わずか2分ばかりの近くでかれこれ必要されるのはね。島崎さん、上がってらっしゃったと。私も拝見させていただきますわ。医学館との良さ、あなたの気温の方が辛辣かもしれませんね。まったく、橋本さんにかかっちゃねえ。さて、本当の老というところを一つ聞かせるか。先生はもう叱らないが、志学館は随分落書き好きな子だと思ってたな。うん？先生。志賀君。ああ。丸一時間も志学館を縛りつけておくなんて、前代未聞だよ。おかげで僕らはすっかりすっぽかしを食わされてしまったよ。生徒と共に考え、生徒と共に開発されて、2回に我を忘れて過ごしたのであります。この点、佐々木教諭の豊富な学習に敬意を表します。なお、生徒一同、自分の思うところを率直に言い、和気あいあいたるところが多少に勝った良さだと思います。ただ、私に以下に思いましたところは、たまたま生徒のノートを手に取っていましたところが、落書きは随所にありました。で、私は生徒のいたずらを発見するために、ノートを調べたのではなく、ノートのテレホーが見たかったのであります。定めし、あの生徒が、とがめられる以上に胸を痛めていることと同情されます。どうか、また教諭より、あの生徒を慰めてくださるよう、ここに一言いたします。志賀館殿のお叱りを待っておりましたが、ただいまの、あの生徒に対する温かいお言葉に甘えて、一言、あの生徒に代わって、弁解をいたします。実は、あの子はあれを、落書きではないと信じております。あの子は不幸な子で、危機を知りません。大胆に言えば、正義です。時折浮かんだ想像の危機を、大切にしまっておくために、ああして書いていたというんです。日頃の性質などから考えまして、あの子は生まれた時から受けた不当な迫害で痛められ、自分の意志の力というものを失い、感情のロボットとでも言いますか、何かその神が人生の試験台に叩きつけたような哀れなモルモットのような女とでも言うのか。Thank you.
さっきどうも。ひざなこと言ったようで、今考えると見合わせがです。あなたはどう思いました？江波をかばいすぎると思いました。そして江波に対してロマンチシズムな解釈を下しすぎているのが、なんだか誤りのような気がしました。ああ。あんな生活に認識のない、崩れかかった生活の子に、正面切ってかばってらっしゃるのが、なんだか無駄な努力のような気がしました。何も困った人だからって、人生に無用だとは言い切れませんよ。あの子にはあの子としての美しさがある。そりゃありますわ。でも滅びるものの美しさですわ。暗くて儚い美しさ。私には持ち合わせてない美しさですわ。ああ。そして何かしら誘惑的な美しさです。え？誘惑的って何かあの子が？ただそんな感じはするだけですわ。事実はかえって逆ですの。江波には男の友達がたくさんできるんですけど、変なことでも言いかけると、えらい剣幕で相手を罵倒するんですって。そのところは、性格の神から目指しているような気もするし。先生、さよなら。さよなら。あなたが積極的にあの子を指導なさるおつもりなら、それは素晴らしい女になるかもしれないけれど。おお、ご承知くれますか。それには絶対的な条件を必要としますわ。なんで。江波を先生のお嫁さんにすること。そんなの困りますよ。僕は教師ですよ。では江波を贔屓にすることをしっかりおやめになった方がいいと思いますわ。命令ですね。あなたの生ぬるい恩情、中途半端が一番いけないと思いますわ。しかし、僕は僕としてあの子を引き上げてみせますよ。そう。どうぞ、ご随意に。博打打ちのご仁義とかに言う。女と申しましても数が多ござん。どれをご贔屓になさろうとお世話のいらぬことでござんす。とかなんとか。お帰りなさい。お帰りなさい。ママ。あ、おかえり。ママ、謝りに連れてってよ。どこへ？先生と。また何かいけないことしたのね。ママが悪いね。ママが？そう、ママよ。謝りに行く義務があるわ。今日は東館にこれ見られちゃった。ふん。ママ、そうね、義務があるわね。言ってあげるわ。言ってくれる？うん。そう、言ってね。うん。あ、ママ、私にも。ママにはもう考える力がなくなったの。女の幸せ、男の方からでないいただけないものなの。女一人の幸せって世の中にないものなの。お前は時々大人になるのね。さあ、何と言って返事をしていいかしら。ねえママ、ママが天国へ行って、お前は生きているときに何をしていたか聞かれたらどういうの。天国？うん。
そうね。正直におっしゃい。はいはい。私はたくさんの男のお友達に公平に親切をしました。私はどなたをも欺きませんでした。それが私の生まれつきにかなってたのでございます。だからどなたも私のために争ったり不幸になった方はございます。そう言って答えるつもりなんです。恵子、ママはいけない女？いらない。ママ好きよ。そう？でも、とてもいいママだなと思うけど、時々、とても嫌な、憎らしいママだなと思うの。塗ってくれないからさ、ね、どうせ気の利かないババアでございますからね。でね、はとても寂しがり屋なんですの。どうぞ親切にしてやってくださいまし。早くママ。いや。あら。まあお揃いで。いや、にやかなもんですよ。目を増えよ。地に見てよ。これだけは神の教え通りですよ。あのどちらへ？まざきさんはへこましに。ああ、また議論をしにですか。いや、あ、いや、どうも。ごめんください。分かったね。お当番の時こっそり測っておいたの。そうか。先生たちは同盟して贈り物を断っていたんだが、君は特別に世話焼かせるからもらってあげるよ。お、これは何するの？いいのよ。そうしてると素直な本当にいい子だけど、時々どうして桁外れなことするみたいな。え？私にもわかんないんです。それも私。で
大変なことなんですね。例えば他の人が隠していればいるほどその人の心の奥底がちょっと覗いてみたくなるんですの。おいおい、そいつは油断がならないね。本当よ。じゃあ先生の心の中分かるかい。うん、先生はカムフラージュしてなかなか覗かせてくださらないんですもん。そうかな。そうでもないよ。うん、そうよ、そうよ、と。違う、そうじゃないよ。そあ、ほら、嘘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 よ。いやどうも。覚えてらっしゃ。私に恥をかかせました、ね。いや、さっきの調子だとまた議論になりそうだったから。ええ、しますわよ、議論。いや、まあまあ、お茶でも一つ入れましょう。私入れます。これお菓子？お菓子ならいただきましょう。あ、これお土産じゃないんですよ。本よ。本？なんと、お菓子が本に化けちまったのか。ひどいわ。私も出かけるときはお土産のことを考えたんですけど、わざとよしたの。先生とは初めから無駄のないお付き合いをしようと決心したのよ。本当よ。ああ。だけどそういうゆとりのないのも危険だと思うな。大体女の人は理知的な美しさばかりじゃいけないと思います。ええ、結構ですわ。お茶ぐらい入れる優しさはあってよ。お、休みましろ。開けて大変なことだ。あら、行儀の悪い先生だな。お母さん、お母さん、お茶をどうぞ。あら、お茶ぐらいご馳走しますよ、ね、表出ましょうか。出ましょう。あら、あら、あ、本は置いてきました。あなたにお菓子を取って持ってきたんですもん。そう、頭の栄養になるお土産か。まあそうよ。あらまあ、なんてこったろ。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん、ママ、何時よ。夜明けね。お嬢さん、あら、先生は？お出かけです。帰るわ。お嬢さん、お母さん、さようなら。
金あるだけ足りるの？もっとあげようか。いいの。もっといるよ。いいの、お金なんか。私の部屋に来て巻き出したんです。え、一人で？ええ、まだいるんですか？ええ、一人ぽっちで泣いていたいから1時間ほどどっか行ってくれて、どうも変ですか？すいません、どうも部屋の焼ける子が多いもんですから。
騒ぐだ。もう泣きやんだろ。ねえ先生、いろいろなことは、お前カブトみたいに使ってくるんだ。さあ私ここへ来たの。とても大変なこと発見しちゃったの。なんだ。あのね、私が泣いていると、さあ私の泣くのに合わせて、カブト、面白そうに吹っ飛んでくるんだ。なんだ、楽しみながら泣いてるやつあるかい。気になれるんですね。もう一度大事なこと。もういいよ。行こう。ハト、テンペラ、赤い人。開けなさい。別に新さんに頼まれたというわけではないんでございますが、あれから横
書きます手紙や何かからね。余計な想像などいたしまして。いや、現在私と橋本さんとはただ同僚として付き合ってるだけでございます。それはもうよく存じ上げておりますですね。それに私とはあまり生活がかけ離れてるような。あの子はあの通りのね、冷たくいつも済まし込んでおりますたちでございましてね、それというのも私に対する義理や何かで影響されてるんだろうと思いますが、あの前にいたせ、当人の幸福になるということが一番望ましいことなのでして、つまりまあ、いいお嫁さんになってくれますことがですね、とにかく今後とも何かといい相談相手になってあげてくださいますようにと存じましてお願いしたいんでございますが。いや、どうも橋本さん、私など相談相手に必要としない。いや、あなた、でもね、やっぱり女は一人ぼっちでは何かにつけまして、どうもね、と思うと大変実質な申し上げ方かもしれませんが、率直に申し上げますと、あなた様が将来私どもの縁続きになっていただけるように存じられますので、この機会にぜひお目にかかっておきたいと、こう存じましてね。あ、よく考えてみます。ねえ、今世の中で誰が一番幸せだか知ってる？そうね。わからない？それはね、重い打ち掛けを着て角隠しをして古風な金屏風の前で固めの杯元をしている人。そうおかしら。胸がムカムカするの。大丈夫？Are you very tired after your trip? いいえ、2日も休暇をもらったんで、すっかり元気になりました。
いいですか。橋本先生はただいま友達に大勢いらっしゃって研究会なさってんでお会いできないんですって、そう思っておられました。じゃあお邪魔しません。これ差し上げてください。はい。先生はやっぱり偉いと思うわ。あ、どうして。私上級生から聞いたんですけど、今度の旅行で那須先生と江夏さんと見ました。先生ご存知なんでしょ。私あんな噂で真崎先生を遠ざかっているんじゃありません。あの人は強い信念のない人、平凡な温情家、私とは合わない性格なんです。ねえ、私が真崎先生との友情を清算しようとしたのはそのためなんですよ。先生、私の言ったことをお怒りになって。どうして。でも、いいえ。本当なんでし、だから先生好きよ。ねえねえねえ、こら、えなみさん帰ってくわよ。あの人この出たり休んだりしてるでしょ。なぜだか知っている？知らない？秘密よ。なんですって。まあそう、学校の不明よね。現在ってね、大丈夫かい。いや、ありがとう。実はね、これですよ。そうです。禁断のタバコを吸うマスターかなさ。回転にはならんかな。あ、一本どうです。いや、いいんです。憂鬱らしいね。よっぽど痛むのかい。ええ、腹の具合もですが、それよりもっと不愉快なことがあるんです。ん？なんだね。近頃、生徒たちの噂をよく聞かされるんですがね。ん？あなたもご存知じゃないんですか？よく打ち明けてくれた。実は僕もそいつを心配していたんだが、まさかと思って聞かないふりをしていたんだよ。君なんか根拠があるのかい。え？いや、うん、江波がそのただの体じゃないっていう噂だが。冗談じゃありませんよ。江波の体に異常があるか何か、それは僕は知りませんが、うん、僕との噂は全然デマだと言い切りますよ。それは信じているよ。それは君のことだから信じているが、
君でないとすると、あ、いや、君じゃないんだから、えなみ、あいつはけしからんだ。いよいよもってけしからんだね。君、そういうことになるだろう。あいつは男の友達がたくさんあるって噂じゃないかね、君。ああ、そうですかな。恵子ちゃん、修学旅行面白かった？うん。私ももう一度女学生になりたいな。ルミナール 0.5 万円にしてる2。ブドウムカリウム、ピンクツーラーマーズ、アリアカ。一番楽に決める薬って。どうで？楽な薬ってないわ。病気で死ぬよりよっぽど辛いわよ。親譲りの不眠症か？うん？どうしたんだい？どこが悪いんだい？ああ、こうした噂は君があんまり江波をかばいすぎることから起きるんだぜ。ああ、歯じゃないよ、君は若いんだ。女学校の先生の難しいというのはここにあるんだ。江波さん、田代さん、こうトップを向いて締めができるんじゃなくちゃダメなんだ。はい、江波さんなんてこう言おうもんならすぐにやきもちなんだからね。新しいよ、こいつは。だから新しいばっかりでもダメなんだ。僕のような古い教師でもそれがために尊重されていいんだよ。学校ではバカにするがね。あの、村井先生、高井さんの病院から。けいちゃん、話しちゃん、話よ、けいちゃん、話したら悔しい、悔しいんです。みんな私を疑ってるんです。バカ、お願いを話してくれなくちゃ死んじゃう。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。心配するな。お前はいくら友達に身に覚えのないことを言われたからといって何を言う必要がある。今証明書を書いてやるから、和崎先生に見てて精出して勉強せえ。
先生。ん？なんだ、起きてたのか。先生、体操がお上手ね。でも先生、稽古なんかもう相手にしてくださらないと思ったわ。どうして？だって先生、学校でのは知ってらっしゃる、うん、稽古を憎んでらっしゃると思ったの。それは迷惑をかける憎い説だと思って。だけど噂じゃ君は時々吐き気を催したそうじゃないか。ええ、私前の晩にブドウ酒を飲むとあくび時々胸が悪くなるんですわ。ああそうか、それは当たり前さ。君お酒みたいなもの好きなのかい。うん、好きでも嫌いでもないわ。私いろんなことで自分の能力を試してみたかったんですの。本当はママが決めることが多かったんですね。いや、いけないな、うん、ママ私のことが心配なんですが、私がママの生活にアイスを使いママから離れてきゃしないかと思って、それが心配だったんですわ、きっと。だから私を早くママとそっくりな人間にしてしまいたかったんですの。じゃあそのママの気持ちを察して君は学校で口走ったんだな。なんて？つまりその男に妙な関心を持ってるってことさ。そんなこと言ってたっけ。あ、言った言った言ったわ。私男ってものを通じて私のお父さんの正体を知りたかったんですの。そして私を忘れるまま、あの嫌なまま許せるかどうかっていうことが知りたかったんですわ。そんな不健康なこと言っちゃいけないな。お母さんの生活から逃げよう逃げようとしながら知らない間に帰って興味を感じているんだ。いけない、いけないことだ。もっと若い、もっと君自身のはつらつとしたことを考えなきゃならない。先生にはお分かりにならないんですよ。どうして？ねえ、どうして？為替がなくなったんですって？お部屋で亡くなったの？もしその会社が出なかったらあなたどうする？いやね、少し過酷なやり方のようですが、被疑者生の所持品をしっかり調べ上げて会社を抜き取った犯人を挙げた方がいいと思いますね。賛成だね。そうだ、被疑者内の大掃除をやるべきだ。どうですな、あなた。はい、皆さんいかがでしょう？意義はないでしょうか？どうです？私、賛成ですわ。
どこが不満なんだ。あなたはことさらに反対を唱えてるんじゃありませんか。いいえ。生徒の側からすれば、みんなが疑いの一端をかけられていることになるんです。発育盛りの生徒たちを、そんな後ろめいた卑屈な気分にならさせることは、避けたいと思うんです。慣れさせるんでなく、鍛えるんです。そう考えることはできないもんですよ。ああ、そういう歪められた伝え方はいけないと思います。私たちの生徒も、社会に出てしまえば、嫌顔でも育児なしにされてしまうんですから、今のうちに伸びられるだけ、まっすぐに伸ばしてやりたいと思うんです。伸びるだけで、折れやすければ仕方がない。実生活の裏付けの希薄な教育は、ままごとも同様ですからね。私は教育の使命は、あるがままの社会に適した人間を作り上げるというよりも、社会に働きかける積極性のうちに含まれていると思うんです。あなたの理想主義には共鳴できない。教育は理想です。理想だ、公式じゃない。え？公式、すなわち着手定義。私が？ええ。実技の仮上、そうなりますよ。先生こそ今日は、ことさらに私の個人評価をなさいますのね。まあまあ。ご両人の討論会を後にして、当面の問題をどう処理するか。ねえ、皆さん。その自信がありますか？ええ、あります。実はさっき
関係の先生たちと相談したとき、橋本先生は自治会の設置を必要なさったんだが、僕は無理に反対をしてやったもんだから、責任は僕にあるんです。会議の内容を生徒たちに漏らすべきではないと思います。私は事実を撤回して、決意に従ってるんです。僕は責任がどこにあった、それを言ってるんです。今さら責任をどうこう言う筋合いのもんではないと思います。だって私は人に同情されることが嫌いなんです。あなたをかばってるんじゃありません。いえ、先生のお考えはどうあろうか。犯人が分かった。まだ、分かった。古い社会が生んだ革命をそのまま信頼できませんの。あなたまだこだわってるんですか。あなたは卑怯ですわ。私をお責めになるなら、なぜ最後まではっきりとお責めにならないんです。あなたは私に当てつけてらっしゃるんです。え、当てつけに。そうです。よろしい、では言います。あなたは一口に言えば古いもの嫌いです。例えば、田舎から出てきた女子大の生徒が、いつの間にか都会の風に染まってしまって、純朴な、気楽者な自分の両親を、これが自分の両親でございますと、他人に紹介するのを恥ずかしがるような、何かそんな軽はずみな気分を、あなたの古いもの嫌いの中に感じて仕方がないんです。私、どうしたら先生のお気に入るんでしょう。でも、見事なご観察ですわ。あなたはいつでも足元を見ない、高い信念の生活ばかり夢見ていますね。あなたの肉体は、あなたの考えよりももっと下な、もっと低いところにあるものを求めていると思うんです。では、随分率直におっしゃいますよね。はっきり言うと言いながら、率直に言うとお気に障りますか。山のあなたの空遠く、幸い進むと人の言う。山のあなたの空遠く、幸い進むと人の言う。それから何ですか。覚えてますか。哀れ人と止め行くて、哀れ人と止め行くて、涙先に帰りきぬ。山のあなたに名を遠く、幸い進むと人の言う。山のあなたに名を遠く、幸い住むと人の言う。まだ先生。え、先生が、でも私に好意を持っていてくださるんだと思ってます。なのに、私なんだってこんなに立派に。
素直な女になれないんですよ。死んじゃ母が、お前はいつかどっくらになって今自分どうなったの？何でも、何でもないんです。いいえ、心配事があるならおっしゃい。何でも打ち明けてしまうと気が楽になりますわ。さあ、いらっしゃい。気の済むまでお泣きなさい。あなた方の年頃には胸が迫るとお母さんのお膝まで涙を抑えてはいけないんですからね。私のお膝で間に合わせて、さあいくらでもお泣きなさい。私お家へ帰ってもママは私一人のママじゃないんです。私お家へ帰りたくないんです。世の中に女一人の幸せないものでしょうか。ねえ先生、
おばさん、どうも雪になりそうね。そうですね、降りますね、そりゃ。ああ水曜日はお国の帰りですか。さあ、どうしようかな。うちは賑やかすぎて勉強できないからな。けど、よくなんすよね。お幸せなご家庭で。あ、停電かな。まあ、弱ったな。あ、おばさん、服屋の引き出しにろうそくあったから。あ、そうですか。あの、三日のね。ありましたか。え、はい、どうもありがとう。ああ、もう寝ようかな。ああ、良い風ですね。うん。何でもないんです。ママ何を言ってるんだよ。稽古なんか知りませんよ。稽古なんか知りませんよ。おいおいおい、しっかりしろよ。先生だった。何、先生、分かるように言っておくれ。分かるように。稽古は海にはまって死んでしまったでしょうよ。私がそう言ってやったんですからね。お前なんかどうにでもなれって。ねえ、そうだろ。親を馬鹿にする稽古なんか海へはまって死んじまって私が言ってやったんだよ。おいおい、当たり前でしょ。生意気な稽古なんか。どうなったの、こんなに遅く。江波を今夜あなたのところに泊めてくれません。江波はどうかしたんですか。母親と喧嘩して雪解かなくて僕のとこやってきたんです。いや、先生のとこに泊まってるんですね。ええ、母親のとこへ帰ってやりたくないんです。そしてどうも。先生のとこじゃ困りますわね。ですから、いや、私のとこに泊めますわ。あの、すぐ連れに来ますか。じゃあ、それじゃ、待ってますから。江波君、起きなさい、起きなさい。さあ行こう。どこへ。橋本先生のとこ行こう。ね、嫌よ。そんなこと言ったってここにはいられないんだよ。だって嫌、私行くのは嫌よ。嫌だったら世間の常識はそうはいかんよ。ね、先生、世間が怖いの。学校は怖いんでしょ。常識なの、無反省なところが一番いけない。さあ行こう。いや、嫌だって。何が嫌なんだ。嫌よ。
かの。私と一緒に来ましょう。ね。私、まだ先生大嫌い。あなたのこと。ね。待ってた。頼んだわよ。いいこと。そこにいるんですよ。いらっしゃいますか。あの、お会いになりませんでしたか。出られまして。うん。どうしました。あ、先生。どうしました。先生、江波、あなたが救わないとダメですわ。私は自分の気持ちで、あの子を当てどもないところに連れて行こうとしたんです。先生、救ってはあげなさい。結婚しろと言うの。あなたは心からそんなことを言ってるんだ。それともとっさに起こった気持ちじゃない。あなたの普段の気持ちは。そりゃ先生はよくご存知のはずです。でも、それじゃあの子があんまりかわいそうです。あの子は社会が歪めてるんだ。哀れな子です。橋本さん、間違いないです。これは教師としての愛情、教師としての務めです。僕は正直に言います。僕はあなたのおかげで、あの子の暗い美しさに溺れずに済んだ。バイオナス。